皆さんこんにちは、てんです。あれ休止中だよね、まるです。そうなんだけど、視聴者の皆様に連絡があるからって、てんまるさんが言ってたよ。休止とは？まあそんなこったろうが、作って時間なくなってるわけではないんだから、いいじゃないですか。自分に甘すぎる。だから成績悪いんだよ。まさかとは思うけど、この背景になってる動画は休止中、撮ったものではないよね。てんまるさんが休止中に撮ってましたよ。あいつアホだな。勉強してると思っていた、視聴者に謝れ。まあ、てんまるさんの悪口はこの辺にして、連絡しようよ。そうだね。先日は急な休止の報告すみませんでした。プレミア公開してたけど驚きのコメントいっぱいだったよな。そうですよね。まあいきなりそんな報告されて困惑しますよね。天丸さん自身もこれではみんなに悪いとのことで、今日の11時頃からライブ配信をするそうですよ。え、ライブ配信をするそうですよ。ゆっくり言わんでもいいわ、聞こえてるから。てか、ライブ配信するってアホなん。天丸さんには、いろいろとキリが悪いんだよねー。だから、このライブ配信で、虹まさたび195個と、レジェンドステージを終わらせる、とのことです。虹まさたび集め終わったら歌ってみた、どうなるんだ？歌わなくてよくなるんじゃないかな。まあライブ配信で、天丸さんがどうするかですね。まあ、ライブ配信中に500人行けば、問題ないか。ということで、今日のライブ配信で、いろいろとけじめをつけるそうです。ライブ配信中に500人行けば、天丸が復帰後歌ってみた、動画出すみたいだから、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではライブ配信、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。